こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。更新時期が来ない限りは、たとえフルタイムで働いていたとしても、一度認定された障害年金は等級が下がったり不支給になるといったことはありません。しかし更新時はご注意ください。働いているという事実は更新時の審査に影響を及ぼします。総合判断なので一概には言えませんが、フルタイムで働いている場合や健康保険や厚生年金に加入する程度で働いている場合には、2級の認定は難しいのが現状です。仕事の内容、労働時間、労働日数、会社が業務上の配慮をしているかといったことも審査に影響を与えてきます。さらに更新時は障害年金請求時と同様に医師の診断書も必要になってきます。当然ですが、診断書の内容も厳しくチェックされます。前回の診断書と比べて症状が回復していると書かれていれば、2級から3級への等級変更、または3級から不支給になってしまうかもしれません。ただの更新手続きと侮ってはいけません。障害年金の請求時と同様に取り組むことが大切です。